先ほど、ね、徐脈の治療はペースメーカーだと言いました。徐脈の治療はペースメーカーですよというふうに言ったんですけども、じゃあ頻脈の治療って一体何でしょうかということですね。頻脈の治療、ね、PVC が連続すると頻脈になっていくわけですね。その治療は何ですかっていうと、これは除細動です。除細動、はい。じゃあですね、PVC の連続がですね、まあ頻脈になると言ったんですけども、なぜ PVC の連続が頻脈になるんでしょうか。なぜ PVC の連続が頻脈になるか、はい。PVC の定義何でした、ね、P 波がなくて早期に出現しってありますよね。早期に出現し、そこなんですよ。連続、早期がこう重なっていくわけですね。早期に出現するのが PVC なので、この早期と早期がこう重なるので連続してしまうとですね、頻脈になるんです。はい。だから頻脈の治療は除細動だということですね。はい。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。モニター心電図が読めるようになるためのセミナーが書籍、動画教材になりました。臨床で問題がないレベルで静脈が読めるようになります。内容としましては、動不全症候群、房室ブロック、心房細動、心房粗動、心室性器外収縮、非持続性心室頻拍、R1T、心室頻拍、心室細動です。この8種類の静脈で臨床で問題がないレベルでモニター心電図が読めるようになります。お申し込みで120分のセミナー動画と何回もコピー可能な問題集 PDF、スライド資料 PDF がすぐにお受け取りいただけます。こちらの動画は縦画面ですが、教材は横画面となっており、セミナー映像が大きくなり、とても見やすくなります。おすすめは動画教材になっており、書籍より5000円オフの最安値でご受講いただけます。動画教材の詳細は説明欄をお読みください。